皆さんこんにちは、恋オタク編集長の伊藤です。本日は先日ですね、収録させていただきましたイールドファーミングについて皆さんね、おさらいをしていただければと思うんですけども、今日の動画はですね、ユニスワップというプロジェクトがあります。ユニスワップでイールドファーミングをする方法という形になります。もう言っててですね、ちょっと笑っちゃいますけども、まあ結構難しいんですよ。難しいんですけども、これ一回やってしまえば、簡単になるものになりますので、ぜひね、せっかくこの市場に、暗号資産の市場におりますので、体験してみていただければなというふうに思います。まずですね、イールドファーミングっていうのは今は一般名詞という形ですね。流動性の提供をする行為のことをイールドファーミングと言います。で、このイールドファーミングができるプラットフォーム、いわゆるですね、今回でいうユニスワップさんのようなものなんですけども、このユニスワップさんのですね、競合他社になるようなものはですね、たくさんありますので、コインマーケットキャップというサイトをご存知の方多いと思うんですが、コインマーケットキャップの中のですね、カテゴリーの中にイールドファーミングっていうカテゴリーありますので、ぜひそこをクリックしていただいて、今回の解説するユニスワップさん以外のものもですね、見ていただければなというふうに思います。さあ、じゃあこの一番ね、イールドファーミングの世界の中で有名なのがユニスワップかなというふうに思うんですけども、このユニスワップ自体は DEX サービスという形になります。はい、DEX ね、皆さんおさらいしてください、前回の動画で。で、この DEX サービスになりますので、基本的には、イールドファーミングしない人もユニスワップを使うという形になりますね。売買をしたいとか交換をしたいというところで、DEX は使われます。じゃあこのユニスワップさんがなんで人気というかですね、こう有名なのか、そのね、数あるプロジェクトの中で人気なのかというと、一番イールドファーミングしている人が多いんです。ユーザーとして多い、イコールDEXとしてですね、注文の約定が非常に通りやすい、ね、売買できる銘柄が数が多いという形で、こうDEXとしてのサービスのメリットも多くなっているので、イールドファーミング側がこうブームで広がって、DEXサービスとしても人気が高いという形になっております。今ですね、グローバルの流動性の中でもですね、一般的な企業が運営する取引所、仮想通貨取引所よりもユニスワップさんの方が流動性が高いというふうになっておりますから、これはね、DEX の時代が来たんじゃないかというふうに市場ではささやかれているという形になります。で、今回ですね、じゃあこのイールドファーミングのやり方なんですけども、結構ですね、皆さんから、いただくんです、ご質問いただくんですが、大体ですね、ご質問いただく方の中でですね、やってないことがあるんです。それは何かというとですね、ホームページにアクセスしてないってやつが非常に多くて、いくら説明してもですね、なんかこう頭に絵が浮かばないんですね。で、これはですね、すごく単純な解決の仕方で、ユニスワップさんの公式サイトを絶対見てください。ただ単にユニスワップさんのですね、検索をして、ユニスワップって検索して、公式サイト出てきますから、その公式サイトをこう開くだけで大丈夫です。それを開きながら、開いて一回見ていただいて、この放送を聞いていただかないとですね、もう何を言ってるか分からなくなってしまいますので、ぜひ公式サイトは必ず、見ていってください。で、今回ですね、ユニスワップさんというのは DEX というサービスですよってお伝えしましたけども、一番最初にアクセスすると、DEX ですね、いわゆるスワップ交換です。自分でエントリーをして、この仮想通貨とこの仮想通貨を交換したいよっていう登録フォームになってるんですけども、そこで交換、スワップをポチって押すとですね、基本的な交換できる DEX の仕様になっております。で、今回はその交換の仕方ではなくて、イールドファーミングのやり方、いわゆるプールですね、流動性のプールのやり方という形になります。ただですね、そんなに変わらないんですね。通常、DEX でやる場合は、その欲しい銘柄と、交換したい銘柄っていうものですね、そのレート分の仮想通貨 A と B という形で登録をして、スワップという形をして、流動性が担保されていれば、要はその注文が刺さるんであれば、もうスワップは完了するという形になります。もしご自身の注文が刺さらない、入らないんであれば、誰もその銘柄のその交換レートでは、注文出してないという形になります。非常にシンプルですね。なので、これプールをする、イールドファーミングをするってなった時に、もちろんご自身がやろうとした時に、あれないなって思った時にですね、これじゃあプールしようかなって思っていただいてもいいとは思いますけども、大体ですね、ここは儲かるか儲からないかという形で、判断される方が非常に多いので、一番交換される銘柄で、やっていただくのがいいんじゃないかなと思います。あと、プールするときにですね、レート、いわゆるこの仮想通貨は、いくら相当のものにするかっていうのはご自身で決めることになりますので、もちろんですね、高く売りたいなという気持ちはわかるんですけども、高く売った状態にしてても、それの注文を実
際に利用するユーザーさんがしてくれなければですね、自分は流動性を提供したことにはなりませんので、基本的には相場です。いわゆる市場価格でちゃんと提供をすることですね。おさらいするとちゃんと取引されているメジャーな銘柄であることと、流動、価格ですね、相場通りの価格でプールすること、これをやらないとですね、いくら、ね、もうたくさん、ね、無名なコインを上場してたりとか、めちゃくちゃ高い価格でこう売り出してたりとかしてもですね、流動性の提供になりませんので、そこの部分はご注意いただければなというふうに思います。で、基本的にはですね、ユニスワップさんというのはイーサリアムベース、ERC20 のブロックチェーンが対象になっておりますので、おそらく日本の方だったら持ってるんじゃないですか。過去の ICO 銘柄ですね、ちょっと自分がですね、昔投資して持ってるトークンだけ持ってるよっていうものがあったら、ぜひユニスワップにアクセスして、誰か提供してんじゃないかなと、流動性をね提供してんじゃないかなとか、欲しがってる人いるんじゃないかなというところを調べてみてください。結構そういう昔持ってたトークンを再度こう上場させてですね、流動性を高めてるっていう方も結構いらっしゃいますので、まあ、そのような使い方っていうのも一つやり方ではないかなというふうに思います。今回はですね、概念のような形でユニスワップの使い方をお話しさせていただきましたけれども、まあ、世の中にはですね、我々コインオタクのサイトもそうですけども、しっかりと丁寧にここはこうやって枚数はこうやって選択するんだよっていうですね、一つずつの、丁寧なこうサポートをしている記事がありますので、ぜひ本当にね、じゃあやってみようかなと思う方は、コインオタクであればコインオタクのユニスワップの解説サイトから、やり方を学んでいただければありがたいなというふうに思います。今後もですね、市場で流行った銘柄プロジェクト、それを実際にやってみる時の注意点というものを解説していきたいなと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル着目してみてください。バイバイ。